平野翔が渋谷の YSL に登場ポップアップイベントでのサプライズ YSL 渋谷イベントの裏側平野翔のメッセージカードに注目平野翔が渋谷の YSL に訪れたことで SNS で大きな話題を呼びましたこの出来事は YSL が開催した特別なイベントと結びついています 平野がパリで体験した YSL ラベッシネの世界観を再現するポップアップイベントが行われ彼のメッセージカードが展示されるなどファンにとっては見逃せない内容が満載でしたこの記事ではこのイベントの背景や平野紫の影響力そしてファンの反応を通じて現代のブランドマーケティングの一側面を探ります YSL のポップアップイベントは単なる商品展示会ではなく ブランドの世界観を体験できる場として設計されています。このイベントは、平野章の影響力を最大限に活用し、ファンとの直接的なつながりを強調しています。彼のメッセージカードやサイン、さらには残りがを感じることができるというファンにとって特別な体験は、ブランドの忠実な支持者を増やす大きな要因となっています。ファンの反応は非常に熱狂的であり、 SNS 上では多くの投稿が見られました平野翔 YSL の選考プレビューイベントに行ってきましたという投稿には翔くんのメッセージカードがあったよという報告が寄せられさっき平野さんが来て書いてったばかりですよまだ残り香りがありますというスタッフのコメントに対しても多くのファンが興奮を隠せない様子でしたこのような具体的な体験談は他のファンにも強い影響を与え イベントへの関心をさらに高めています YSL のイベントが開催された場所は特に目立たない場所にサインが隠されているなど参加者にとって探す楽しみも提供しています。これはブランド体験を単なる視覚的なものにとどまらず参加者が積極的に関与することでより深い印象を残す工夫がなされています。このようななインタラクティブな要素は ブランドの忠実なファンを育成するための重要な手段ですまたこのイベントは地域によって提供されるサービスに差があることも明らかにしていますあるファンは大阪でも同じもの購入するのに同じ様なサービスなし寂しいと述べ地方のファンにとっては東京でしか体験できないイベントに対する不満を表明していますこれにより ブランドがどのようにして全国的な一貫性を保つかという課題も浮き彫りになります。平野翔の影響力は単なるタレントとしての枠を超えてブランドの価値を高める重要な役割を果たしています。彼のファンは彼が参加するイベントに対して非常に高い関心を持ちその結果ブランドへの興味も高まります。これは現代のマーケティングにおいて インンフルエンサーの力力がいかかに強でであるかを示す一例です。一例さらに今回のイベントは SNS の力を最大限に活用していますファンがイベントに参加しその体験を SNS でシェアすることで情報が瞬く間に広がります翔くんのサイン見ましたという投稿や残りがくんくんしてきたというコメントが多く見られこれらは他のファンの興味を引き さらににに多くの人々がイベントに関心を持つようになりますこのような口コミ効果はブランドの知名度を高めるための強力な手段です YSL のポップアップイベントはブランド体験を進化させるための優れた例です参加者が実際にブランドの世界観を体験しインタラクティブな要素を楽しむことでより深い印象を残すことができますこれは 単なる商品購入以上の価値を提供するための重要な戦略です。このようなイベントを通じて、ブランドは消費者との直接的なつながりを強化し、忠実な支持者を増やすことができます。特に、インフルエンサーの力を活用することで、ブランドのメッセージを広める効果は飛躍的に高まります。平野翔のような影響力のある人物を起用することで、ブランドの認知度を高め、 消費者の興味を引ききつけることができます今回のイベントは YSL がどのようにしてブランド体験を進化させ消費者との関係を強化しているかを示す優れた例ですブランド体験を提供することで消費者は単なる商品購入以上の価値を感じブランドに対する忠誠心が高まりますこれは現代のマーケティングにおいて非常に重要な要素であり 他のブランドににも参考になる戦略ですさらに今回のイベントを通じて YSL が地域ごとのサービス提供における課題をどのように克服しているかも注目すべき点です東京でのイベントは成功を収めましたが地方のファンにも同様の体験を提供するためにはさらなる工夫が必要ですこれによりブランドの全国的な一貫性を保ち すべての消費者に対して価値を提供することが求められます。最後に、このようなイベントは、消費者の心に残る体験を提供することで、ブランドの価値を高めるための重要な手段です。平野署の影響力を最大限に活用し、ファンとの直接的なつながりを強化することで、YSL はブランドの忠実な支持者を増やし、消費者に対する価値提供を進化させています。これからも、 このような革新的なイベントを通じて、ブランド体験を提供し続けることが重要です。このイベントが示すように、ブランド体験を進化させるためには、消費者との直接的なつながりを強化し、インタラクティブな要素を取り入れることが不可欠です。また、地域ごとのサービス提供における課題を克服することで、全国的な一貫性を保ち、すべての消費者に対して価値を提供することが求められます。 今回の YSL のポップアップイベントはブランド体験を進化させ消費者との関係を強化するための優れた例です平野紫の影響力を最大限に活用しファンとの直接的なつながりを強調することでブランドの価値を高めることができますこれは現代のマーケティングにおいて非常に重要な要素であり他のブランドにも参考になる戦略ですこのイベントを通じて YSL は消費者に対して単なる商品購入以上の価値を提供し、ブランドに対する忠誠心を高めることができました。今後も、このような革新的なイベントを通じて、ブランド体験を提供し続けることが重要です。これにより、消費者との関係を進化させ、ブランドの価値を高めることができます。さらに、今回のイベントは、 地域ごとのサービス提供における課題を克服するための一助となるでしょう。東京での成功を全国に広げるためには、地方のファンにも同様の体験を提供する工夫が必要です。これにより、ブランドの全国的な一貫性を保ち、すべての消費者に対して価値を提供することが求められます。最後に、今回のイベントが示すように、ブランド体験を進化させるためには、 消費者との直接的なつながりを強化し、インタラクティブな要素を取り入れることが不可欠です。これは、ブランドの忠実な支持者を増やし、消費者に対する価値提供を進化させるための重要な手段です。今後も、このような革新的なイベントを通じて、ブランド体験を提供し続けることが重要です。